粟島マリンパークは沼津市の無人島にある水族館で、1984年の開園以来、イルカやアシカのショーをはじめ、生き物と身近に触れ合える水族館として親しまれてきました。人気アニメ「ラブライブサンシャイン」に登場し、聖地としても知られています。閉園の理由は設備の老朽化で、地元からは閉園を惜しむ声が聞かれました。え、そうなんですか？知らなかったです。よその県から親戚とか来た時連れていくところだから、そこが閉園になっちゃうのはやっぱり寂しいです。子どもの頃によく行ってたので、すごい寂しいなっていうなんとかし続けてほしいなっていうのがあります。私もラブライブ好きなので、やっぱり思い出の場所なので、やっぱなくなっちゃうのはすごく寂しいです。突然の決定にスタッフも混乱している状況で、生き物やスタッフの今後について対応を急いでいるということです。今日は強風で船が出せず休園となりましたが、明日以降は通常通り営業する予定です。はい、市民に親しまれてきた水族館ということもあって、まあ、斉藤さん、寂しいという声も聞かれますよね。そうですよね。でもなんかもう結構やっぱご時世から全体的にね、結構厳しくもなって、経営とかも厳しくなってるでしょうし、まあ、まあお子さんたちがね、こう思い出に思い出すような感じになればいいのかなと思ったんですけどね、まあ、時代の流れですね、もうね、うん、まあ、カエル館があったり触れ合い体験ができたりと、子どもから大人まで人気の場所ではあったんですが、まあ、今回の閉園には新型コロナや燃料費の高騰などの影響もあったというふうに見られますが、西原さん、また一つ人気の観光地が閉園ということになりました、ね、残念ですね。ここねホテルもすごいね、粟島ホテルって高級ホテルがあって、あの島全体がそのワンセットでできてたんで、これがなくなるとね、あの島の魅力って落ちちゃうんでね。まあ、水戸シーパラダイスさんがこうあるから、あの一つあるけどもなくなっちゃって非常に寂しいですよね。ただね、40年前にね、子供がね140万人生まれたんで、今70万人ですよ。だから半分に子供減っちゃったってことは、人口減少ってこういうことなんですよ。どんどん施設がこれから成り立たなくなっていく時代が来てるってことですね。何かまた別の形でね、粟島が盛り上がっていくといいなというふうにも思います。粟島マリンパークでは貴重な生き物も飼育しているということで、受け入れ先の確保が急がれています。